どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのポイント変動制とうとうね導入開始ということで、今回ねこちらについて動画ねやっていきたいなと思います。ということで、マリオットボンボイホテルはですね、ポイント宿泊ね、カテゴリー別のシーズン制がですね、こちら廃止になって、ポイント変動制がね、導入されましたということで、こちら事前アナウンスだと3月の29日からね、こちら開始になるっていう話だったんですけども、どうやらね、かなり遅れたみたいですね。日本時間だと3月30日のね、午前8時半ぐらいにですね、こちら切り替わったっていう感じですね。まあおそらくね、事前にシステムはできてたんじゃないのかななんていうふうに思っておりまして、本当にね、メンテナンスみたいなのが何時間か入って切り替わるみたいなね、まあそういったわけではなくて、私がね、朝7時ぐらい、6時半とか、まあそこら辺にね、起きた時には、まだね、普通に前のカテゴリーのね、あのポイントで取れてたんですけども、これがね、8時半ぐらいになったらですね、ポイントがね、あの変動制のポイントにね、切り替わってたっていう感じになりますんで、何かしらまあトラブルがあったんでしょうね。まあ本当はね、3月の29日って言われてたんで、昨日の14時ぐらいにね、あの切り替わるかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ実際ね、こんな感じで切り替わったっていった形になります。でですね、先日のね、動画で紹介した通りですね、事前アナウンスで出てた、水蘭、あとリッツカルトン京都、あと三井京都、リッツカルトン日光ですね、ポイント変動制がですね、調整が入ってるっていう風になりますんで、ポイント数もね、こんな感じで、水蘭の方は、11万5000ポイント、リッツカルトン日光はね、9万4000ポイント、ホテル座三井京都は11万8000ポイント、リッツカルトン京都は11万9500ポイントということで、まあこちらね、私が見た日付がね、こうなっているっていう風になりますんで、本当にね、ポイントが変動しているっていった形になっておりまして、水蘭と三井京都、あとリッツカールトン京都に関しては、まあ幅がね、12万ポイントまでっていう風に決まっておりますので、まあこの中でね、変動するっていった形になります。で、リッツカールトン日光はですね、3万ポイントの上限だったんで、10万ポイントまでか。その間で、まあ、変動するっていった形でね、今回調整が入ったっていった形になります。まあね、事前アナウンスあった通りにですね、まあ、必要ポイントがね、上がったっていった形になります。で、こちらね、リッツカールトン京都の4月のね、必要ポイント数なんですけども、まあ、こういった形になっておりまして、結構細かくね、分かれておりますよね。まあ、このリッツカールトン京都っていうのは、元ね、カテゴリー8で7万から10万ポイントだったわけなんですけども、まあ調整がね、ここは入って2万ポイントっていう風になりますんで、まあ10万をね、超えている日も、まあちょこちょこありますけども、まあ最大のね、12万ポイントになってる日は、まあ4月に関してはね、まあなかったっていった形になります。まあ結構ね、思った以上にね、細かく設定されているっていう風になりますんで、今までね、7万から10万ポイントだったんで、まあまあまあ高いですけども、まあ、ちょっとはね、下がってる日もね、あるかななんていうふうに思いますので、まあこれはね、日付、その時の空室状況とかにこれ連動してるんだと思うんですけども、まあこういった形に、ね、なっておりました。まあね、私の方でざっとね、この4つのホテルの1年間のね、必要ポイント数をね、まあちょっと見てきたんですけども、まあほとんどね、調整がまあ入っちゃってるっていう感じになりますんで、まあ、カテゴリー8だったホテルはね、まあ、7万から10万ポイント、本当に安い時は7万ポイントでね、今まで宿泊できてたわけなんですけども、まあ7万ポイントっていうのはね、ほとんど見られなかったですね。まあリッツカールトン日光であれば、カテゴリー7だったんで、5万ポイントでね、宿泊することもできてたわけなんですけども、まあこのポイントでね、宿泊できる日はね、まあなかなか来ないのかななんていうふうに思いますかね。まあ今後ね、また必要ポイント数がね、少ないキャンペーンとかがね、あれば来るかもしれないですけども、やはりね、まあ、必要ポイントはね、アナウンス通りね、上がったっていった形になります。それでは次にですね、今回ね、調整が入らなかったホテルですね、まあ先ほどの以外のね、ホテルで、まあちょこちょこね、ホテル見てきたんですけども、まずね、メズム東京のこちらね、4月から5月の必要ポイント数っていう風になるわけなんですけども、まあメズム東京はね、カテゴリー7だったので、今までのね、必要ポイントは5万から7万ポイントっていう風になるわけなんですけど、
ども、まあ、今回の改定でですね、こういった形になっているわけなんですけども、まあ、こちらもですね、5万ポイントから7万ポイントでね、推移してるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、解約もなくですね、事前アナウンス通りにね、なっているっていった形になります。それでは次にですね、こちらリッツカールトン東京の4月、5月なんですけども、リッツカールトン東京は、もともとカテゴリー8っていう風になりますんで、まあ、7万から10万ポイントでね、変動するっていう話でしたけど、本当にねそのまんまっていった形になっておりますね。しかもねこの4月5月に関してはゴールデンウィークとかねあるんですけど10万ポイントなってないですね。これは結構びっくりなんですけども、予約状況なのか何なのかちょっとわからないですけども、まあ、今回の改定に関してはですね7万から10万ポイント以内でって話でしたけども、本当にねそのまんまで利用することができるっていった形になりましたね。ということで今回ですね、マリオットボンボンホテルがポイント宿泊ね、変動制導入開始ということで解説させていただいたわけなんですけども、いや本当にね、いい意味で解約サプライズがなくてね、本当に良かったなっていうふうに思いますね。一応ね、カテゴリー制のシーズン制は廃止になって、ポイント変動制になったわけなんですけども、まあ、中を開けてみるとね、まあ、以前のね、カテゴリー別のシーズン制に沿った感じでね、まあ、今回の改定はね、行われてるっていう感じでしたね。で、何回も言ってる通りですね、2022年に関しては、こちら仮運用なんですよね。ですので、まあ、今回ね、改定があって、一応今のところカテゴリー別のシーズン制がね、まあ引き継がれてる感じでね、ポイント予約できるようになっておりますけども、まあこれもね、いつ解約になるか正直わからないんですよね。一応カテゴリーとこのシーズンっていうのは一応なくなってるんですよ。で、ポイント変動制には一応なってるんですよね。まあ、公式の発表だと、まあ、今までのね、中で変動しますみたいなのを発表してるんですけど、一応それもね、2022年は仮運用っていう話の上でね、成り立っておりますので、またね、この2022年のね、後半で更新があって、で、2023年はこれが本格運用っていう風になりますんで、まあ今後ね、またどうなるかっていうのはね、とりあえずわからないっていう風になりますんで、まあひとまずね、2022年に関してはね、こんな感じで、まあ今回改定入ったんで、すぐ解約ってことはね、なかなか考えづらいので、まあしばらくは大丈夫だと思いますけども、2023年がね、本格運用っていうことだけはですね、覚えておいていただければなと思います。またね、今回ね、変動制が導入になりまして、必要ポイントはね、結構細かく変動になっておりますよね。ですので、既存でね、予約持たれている方は、一応ね、ホテル予約持ってる方にはね、定期的に自分の予約ね、見直していただきたいなと思うんですけども、ウェブのね、アプリではなく、ウェブのマイページですね、こちらの画面ね、見れるようになっておりますよね。この客室を編集するっていうね、ボタンを押していただくと、必要ポイントがね、下がってたらですね、こちら更新するだけで、低いポイントでね、宿泊予約ね、切り替えることができますんで、こちらね、確実にやって、といていただきたいなと思います。こちらマイページで見れるんですけども、客室を編集するの上に客室をキャンセルっていうのもあるんで、これだけはね、本当にどっちクリックするか気をつけてくださいね。キャンセルねしてしまうと非常にね、いいポイントで取れてたらね、キャンセルしたらもう取り返し聞かなくなっちゃうんで、これだけはね、注意していただきたいなと思うんですけども、結構ね、ツイッター等々ではですね、今回の変動制になって、細かくね、ポイント振り分けがされたことによって、ポイント返ってきたっていう人もね、結構いらっしゃいますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、今朝ですね、マリオットボンボンホテルは、ロイヤリティプログラムっていう、マリオットボンボイのね、規約があるんですけども、こちらね、軽く変更がありまして、まあ、そこまで大きいね、変更ではないので、そうなんだぐらいでね、ちょっと聞いといていただければなと思うんですけども、マリオットボンボイホテルには、フリーナイトアワードっていうね、無料宿泊特典がね、名前としてあるんですよね。これがですね、スタンダードリデプションアワードっていうね、名前に変更になるそうなんですよね。まあ、このフリーナイトアワードっていうのは、無料宿泊特典がね、まあ、これに当たるかなと思うんですけども、まあフリーナイトアワードっていう割には、まあこれでね、ハワイとかニューヨークとかもそうですけども、これで宿泊してもリゾート料金とかね、ディスネージョフィーってかかるじゃないですか。まあそういう観点からね、変更されたんじゃないかみたいな、そんな話なんですけども、まあ名前が変わったっていう風になりますんで、スタンダードリデプションアワードっていうね、名前に変更になるそうです。
で、またですね、マリオットボンボイホテルのポイントっていうのは、まあ私がポイントを持ってて、私の知人とかね、まあ友人、まあ親とか、そういった自分じゃない人にね、ポイントで宿泊させるっていう、なんですか、プレゼントするみたいな、まあそういったこともね、マリオットボンボイポイントってできるんですよね。で、これがですね、ギフテッドアワードリテプションステイっていうね、名前らしいんですけども、まあ友人知人にね、プレゼントするこのステイなんですけども、こちらね、今まで制限なかったんですけども、今回のね、規約の改定で年間5泊までっていうね、制限、まあ上限ですね、設定されましたので、まあこちらに関してはですね、ちょっと利用してる方がですね、まあどのぐらいいらっしゃるかちょっと全然わかんないんで、まあ結構ね、自分のポイントを使ってプレゼントしてるみたいな人はね、結構痛いかなっていうふうに思うわけなんですけども、一応ね、1年間で5泊までっていう制限ができましたので、この点はね、利用されている方はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。